それでは、本日、最後のスピーカーになります、芦狩淳さんです。どうぞよろしくお願いします。おはようございます、コントラバス奏者、異文化コーディネート主催の芦狩と申します。突然なんですけど、僕は世界認識に興味がありますというか、これにしか関心がないです。愛とは何か、ありとあらゆる真実の根本は認識に基づいていると思っております。でその世界認識を広げることが真実に近づく、手段だと思っています。でその手段として芸術や文化、アートというものが考えられます。哲学や宗教、ありとあらゆることは、真実に近づく手段ですが、僕はこれを信仰している形になります。でその、世界認識をより深く広く持っていく場所を作りたいと思いですね、異文化交流ナイトというイベントを、30回以上やってきました。今からこの説明を行いたいと思います。具体的に、出演者の写真が今から出てきます。これはですね、美術刀剣研磨師の松村宗太郎さんという方をお呼びして、実際に鎌倉時代の刀を、お客さんに持って鑑賞していただくというような会を設定しました。ですね、実際にこういった刀はですね、美術館のガラス越しにしか見れないですよね。それを持つっていうことは非常に重みがあるんですね。精神的にも物理的にもとても重みがあって、それをこうお客さん一人一人に体験していただく、そういった時のお客さんはこう喜びに満ちていくわけですね。で次の写真はですね、金箔ですね、女性を縄で縛るものですね。これは金箔歴35年の有末剛先生という方をお呼びしてですね、実際に金箔とコントラバスのコラボレーションという形で、見ていただきました。金箔っていうのはエロスと勘違いされがちなんですが、生け花のようなものです。女性が美しくなる手段ですね。で見るだけではなくてですね、体験金箔というのも行いました。実際にお客さんも縛られて見ていただくということですね。何人かに聞いたんですけど、すごい覚醒してましたね。いい感じだったと思います。大根ですね、触ると喘ぐんですね、この大根が。それをこうメディアアートなんですけど、これを触っていただいたり したり、コンテンポラリーダンサーとのコラボレーションみたいな形を行いました。次はですね、これはポールダンスと映像のコラボレーションですね。なかなかない組み合わせなんですけど、とても表現として成功していてですね、お客さんは目を輝かせていました。次は、防護服を着た、防護服を着てライトセーバーのような、自作楽器を操って音楽をやる2人、この2人になります。すごかったです。このようにですね、見たことのないようなアーティストさんを僕が呼んできて、お客さんに見ていただいて、新しい世界に触れていただき、こうより深く認識を広く取ってもらうということが僕の異文化交流ナイトの主催としての役割です。と同時に僕はコントラバス奏者でもあります。目的は同じです。お客さんの世界認識を深めるということです。コントラバスというのはですね、オーケストラとかの低音楽器として知られてますが、ソロ楽器としても十分に発揮できる構造となっております。バイオリンと同じです。で僕はかなり特殊なコントラバス弾きと思ってください。普通はスチール弦という鉄の弦を使うのですが、僕はガットという羊の腸の弦を使ってます。中世とかで使われてた楽器ですね、弦ですね。そういったところとか、あとチューニングも今日は普通のチューニングとは変えています。こういったことによって新しいサウンド、新しい時代のサウンドが生まれると思ってます。で実際にやってみます。
こういった形でですね、即興でこう30分なりやっていくわけですね。自分の中に景色を浮かべながら、ちょっと時間が足りないんですけど本当は。でまあこの、僕にとって楽器はですね、自分自身なんですよ。楽器、僕が変われば音も変わるし、音が変われば自分も変わる、そういった相互作用の中で僕自身の世界認識がどんどん深まっていくんです。で実はこれは異文化コーディネートとかも同じで、いろんなアーティストさんから学ぶことはとても多いので、そのこととして僕の世界認識が深まっていきます。でそのことによってさらに異文化コーディネートのアーティストさんのレベルが上がったり、僕の演奏のレベルが上がったりみたいなことを通して、より本当に豊かな、コミュニティができるというか、そういったことをやっております。世界へということなんですが、10月からコントラバスを持って、ずっと韓国から船と陸で、放浪しようと思っています。これは、自分の世界認識を深めるということですね。これもですね、自分だけにこう留まるんじゃなくて、ドキュメンタリー映像として発信するなどしてですね、他人と共有して、自分が豊かになることによって他人も豊かにして、本質的にこう豊かな場を作りたいなと、社会を作りたいなと思っています。 ですので9月で異文化交流になったら終了となります。9月の7、8、21、22、23、もう今までのご出演者の中でも特に素晴らしかったアーティスト様、または今からお願いする方、相当豪華なメンツになっております。30組以上出ます。もしご興味ある方はぜひラッチしちゃってください。新しい世界がこう広がるようにやっておりますので、もしよかったらぜひ。ありがとうございます。ありがとうございました。なんかよく異業種交流会とかというのは飲み会とかにたまに行くんですけども、本物はこういうんだなっていうのはちょっと今こう改めて本物のこう説得力みたいなのを感じました。でこう新しい世界に非常に興味があるので、その四ツ谷の9月にあるイベント非常に楽しみに、なんか行ってみたいなと思います。ただちょっと金箔に目覚めてしまうかどうかちょっと不安なんですが、そのあたり金箔はですね、金箔だけのイベントを今週土曜日にやります。今週土曜日にやるぞ。金箔だけでじっくりこう金箔ないと3時間くらいやりますんで、ぜひ。じゃあそういったスペシャルな情報もゲットできたということで、ありがとうございました。ありがとうございます。